プロビットだったりと、ハリソトップです。普段はメジャーデビューもしてるバンドマンですが、今回は実在するアホすぎるギネスについてやっていきたいと思います。お願いします。まあ、ギネス記録といえば、なんかちょっとさ、話題でも出るじゃん。え、これさ、俺めっちゃ早いからギネス級じゃねとか。持ってましたよね、だって。あ、僕、ウィザー早めには、ギネス並んでるぐらいですから、そんな感じでですね、言うたら結構日常的には定番に出てくる単語ではあるんですけれども、中には、え、そんなギネスになっていいの？え、じゃあ自分もできんじゃねレベルのアホなものがあるということで、今回はそれを紹介できればと思います。まあ、まず1個目ですね、定番中の定番。なんならこの Q 太郎さん、芸人の。うわ、夏コーラを飲み切って、駅名言うやつかな、山手線かな。ハイキングウォーキング。そう。みたいなのがあったりするんですけども、コーラ早飲みにもギネスが存在してまして、それが2リットルコーラ早飲みっていう記録らしいんですね。この方、ニューヨーク在住の巨漢エリックで、この人は早食いとか大食いの動画で人気の YouTuber らしいんです。そんなエリックが炭酸飲料の早飲みで世界記録の更新に挑みました。いろいろな炭酸でトレーニングを積んだエリックは、シュガーレスのコーラを計量カップに2リットル注いで挑戦をスタートさせたということで、その記録がなんと 18.45、 2リットルを18秒。やりえない。普通の水でも無理でしょ。めっちゃ早い。だから動画見てみます。18秒なんで。来るぞ。おお。やっぱ息吐いてる。だからもう息吸わないんだよね。このまま一回息切ったら、だから空気を入れる代わりに飲み物を入れて、そのままいっちゃうんだ。めっちゃ目合ってる。すごいアングルだ。おわ。早っ。すげえ。ゲップを今濁したね、ゲップ。おい、ゲッツナイム出たやん。これが記録ということですね。すげえ。だから YouTube でも認められるのかなっていう感じなんですけど、もうこれで OK なんで、挑みたいという方挑んだらマジでこの人に勝てば乗れるということですね。で、あとはもうバンバン紹介していきますが、早いトイレということで、こちら記録時速 75km、 ジョーリン・バンさんが記録したんですが、イタリアで計測された時速 68km っていうのが世界記録ですが、これが 7km 上回ってということで、なんかトイレで走るの。トイレが走る。あ、トイレが走る。タイヤがついたトイレだ。トイレを走らせる。あ、そういうこと？そう。100m を走って、誰が一番速いですかっていうのを競ってるんですよ。その人口少なすぎて誰でも行けるの？そう。なんでやろうと思ったんですよ。でも行けそうだったからかもしれんけどね。で、続きまして、短い曲。これ記録が 1.316 秒ということで、ナパームデスというイギリスのバンドの You Suffer という曲なんですが、これ歌詞はもちろん、PV もしっかりと用意されてるんですが、曲自体は1秒しかないということで。上回れるでしょ。これ超えれるでしょ。いや、これは簡単に超え、でもメッセージ性がやっぱすごいんじゃないの？聞いてみますか。いきます。はい。いや、そんなメッセージ性もクソもないよ。え、歌詞あったよ。長かった。うーん、みたいな。で、これ、再生数が591万回です。これ、リリースしなきゃダメなのかな？ちゃんとレーベルから出てるから記録になるのかな？どうなんだろう。え、でも俺らのレーベルなら多分出させてくれる。いや、だって、ポニーキャニオンだったら俺は樹立あり得るからな。こういう時にちょっとメジャーデビューしててよかったなと思うな。ちょっと考えるわ。確かに。なんならちょっと、ポニーキャンの偉い人に相談してみる。だから、1秒ジャストでいいんだもん。そう。勝ててればいいからね。続きまして、チャックの爆速上げ下げ。こういうことっすね。で、これが30秒で204回。30秒で何回チャックを上げ下げできるかということで、アンドレ・ホーデンさんという男性は手首の痛みに耐え、雄たけびを上げながらも世界記録を樹立した。しかもあれだよね。多分最後までちゃんと上下ちゃう。めちゃめちゃはっきりやんないと。あの、ギネス認定員って細けえやつ。めっちゃ細かいっす。認定員呼ばなきゃダメでしょ、だって。そうだね。でもあと、これも俺ら強いかも。ドラマーも手首こうね、動かす柔軟性。ギタリストも手首の柔軟性ですから。ボーカリストも。な、手前やん。そんな突っ込み立つなよ。
続きまして、ストローを口に入れた本数、これが400本。400本、やだな。で、本人曰く目標よりも2本少なかったということで、目標402やった。2は誤差やった。確かにそのぐらいまでいったら、こんぐらいストイックじゃないと取れないですよ。あー、まあその2がやっぱ。続きまして、世界一短いエスカレーター、この記録が 83.4 センチ。で、これ段にすると5段分しかない。確かに、もうジャンプでいいもんな。そうなんですよ。で、これ日本にある。どこにある？JR 川崎駅近くにあるモアーズっていうショッピングセンター内、うん、で、これが83センチのエスカレーター存在してる場所ということで、近いよ川崎。いや、見ようと思えば見に行けるんですよ。で、ちなみにこれ下りらしいです。いいじゃん、飛べ、ということなんですよね。ミスって作ったのかどうなのか分かりませんけれども、次が最後です、はい、スイカ割りのギネス記録、はい、スイカ割りでギネスワールドレコーズがつい最近更新されました、はい。まあ、普通のスイカ割りっていうのは目隠しした状態で棒状のものを使ってスイカ割りますよね、うん、でもこれちょっと違いまして、これ股の間に挟んだスイカ3個をどれだけ早く割れるかっていうギネスなんですよ。だから目隠しがないです。ちなみにこれで世界一になったのが女性、ウクライナ出身の女性ボディービルダーのオルガさん、その記録がなんと 14.65 で、3つ割ったの。3つ割ってます。多分実際の動画これあると思うんで見ていきたいと思います。早っ。1個目えぐなかった今。で、これまでの記録を大幅に 7.5 秒も短縮してギネス記録で、ついにはこれ元々が男性の記録でしたから女性が塗り替えた、そうってことで話題になってる。すげえ。で、まあこの記録が功を奏してというか、8月3日の世界スイカの日にも呼ばれて出たということ。へえ、そんな日あった。何、世界スイカの日ということで、以上が実在する変なギネス記録たちでした、うん、だから俺らも別に見つけてやればできそうですね。そうそうそう。いや、てかこれスイカ割りの概念を目隠しして棒で割るっていうものから、うん、内股で潰そうよっていうものに変えていって、うん、それギネスに匹敵する人間を発掘するっていう企画に変えた方がいいと思うんだよ、うん、なるほどなるほど。この世のスイカ割りを、はい、結構盛り上がるやん。だって、あ、私は割れなかった、で、俺も割れなかった、でも俺はいけたみたいな、うん、勇者の剣抜けるやつみたいなもんやんか。いや、ほんとそう。ということで、僕たちはこのような企画を毎日発信しておりますので、ぜひともチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをよろしくお願いします。では明日の動画でお会いしましょう。さよなら。溢れて、もう数え切れなくなって、思念涙こらえて。